松一リターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。今日は最近ポチったものをご紹介します。はい、まずは GoPro のヒーロー3ホワイトエディションです。先日税務署であまりにも腹立たしいことがあったので、ついついヤフーオークションを開いてポチってしまいました。まあ落札してしまったので仕方ないでしょう。はい、次にこちらですね、 GoPro のネイキッドフレーム、それからプロテクトレンズがついてるんですね。これは GoPro の純正です。それではこれを GoPro Hero 3につけてみましょう。はい、このようになってますね。これをこうつけるのかな。で、これをこれではまりましたね。しっかりと。それからプロテクトレンズをつけます。なんかあっという間にこれでいいですかね。がっつり、はい、はまりました。これネイキッドフレーム、ここら辺が弱いらしいんで、ずっとつけっぱなしは良くないそうです。それから、ネイキッドフレームを GoPro でつけてる方は、これ落ちないんですかね、大丈夫ですかね。何人の方にか聞いたんですけど、大丈夫だというふうに聞いたんですけども、もし何か情報があればコメントをください。はい、次に買ったのがこのクリップマウントですね。これを襟元につけて元ブログをしたいと考えています。それではつけてみましょう。はい、つけられました。こんな角度になるんですかね。で、これはこう角度も変えられるようになってますけども、基本的にはこういう感じで使いたいと思います。はい、そしてマイクですね。オーディオテクニカさんの AT9901、
これも買ってしまいました。やはり、GoPro の場合は、外部マイクで音声を入力したいと思いましたので、これを買ってしまいました。やはり、ステレオなので音声はいいと思いますけども、それはまた動画でご紹介します。そして最後に、ノーブランドですけども GoPro の予備バッテリー2個ですね。こちら保護ケース入りです。まあ、こういう、小型の充電器2つ一緒に充電できるというものを買ってしまいました。やはり GoPro は撮影時間がバッテリーで1時間ちょっとぐらいですか、まあ、Wi-Fi は使わないと思うんですけども、やはり予備バッテリーがないと不安なので、これも購入してしまいました。はい、今回また散財してしまいましたが、これでまたモトブログをいっぱい撮りたいと思います。以上でした。それではまた。